シェフです。どうもです。5月の変なものチャンネルは三重県四日市市からお送りします。今回は海沿いにあるこちらの国道23号。片側2車線の道路ですが、あまり見慣れない標識が並びます。例えばこちら、トラックのマークに右矢印、トラックは右折しろということなのでしょうか。それにしては22時から6時と明らかに夜の時間帯なので謎です。続いてこちらの歩道橋のある交差点、歩道橋に違和感はありませんが、よく見ると幕式の標識が系統信号40、これは時速40キロで走れば信号に引っかからないということなのですが、なぜか幕です。実はこの2つ全く無関係なものではなく、どちらもこれに関係しています。騒音防止区間。この辺りは JR 四日市駅の東側、つまり市街地。市街地の騒音を和らげようと、夜間トラックは中央車線を走るよう決められているのです。そして夜になるとこちらの幕式の標識が切り替わるはずですが、市内馬おこしにはこの切り替えができず、貨物、大徳とその他の車両の案内で止まっている幕が、つまり夜はこのように走るという案内をずっと出していることになります。